はい、ビジネスホーム8月号、企業のデータコンプライアンス取り活用というテーマ、本日は、第2部としまして、執筆者に聞く質問大会ということで、各記事の執筆者に対して、読者の皆様からご質問を事前に募っております。その中から私どもで、ご質問をピックアップしまして、執筆者自身がそれに答えていくというテーマで、配信をいたします。今回、第5回、信用スコア事業の展開、丸2ということで、デジタルプラットフォーム事業者に対する競争法上の規制の最新状況と、こちらのテーマで、戸田健太郎弁護士に執筆いただいておりまして、たくさんのご質問を頂戴しております。この中から私、大井の方から戸田弁護士に対してご質問を投げかけてきますので、それでは執筆者であります戸田健太郎弁護士から、まずは冒頭、自己紹介からお願いしたいと思います。では、戸田弁護士、自己紹介お願いします。はい、大井弁護士、ありがとうございます。それでは、簡単にですね、私の方から自己紹介をさせていただきたいと思います。で、最初に画面共有させていただいてるんですが、簡単に私の略歴を記載させていただいております。専門はですね、今日お話、皆さん、他の弁護士の方がお話しているような、個人情報ですとか、そういうセキュリティ以外にもですね、月市の方では、競争法、独占禁止法とかですね、あとは海外贈収賄といった、グローバルでのコンプライアンスの問題を、主に取り扱っております。ですので、今日はこの信用スコアビジネスの中でも、このプラットフォーマーに関する部分についてですね、競争法上の問題点についていろいろとお話ししていきたいなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。それでは、大井の方から質問をいくつか受けて回っておりますので、戸田弁護士の方に質問していきたいと思います。まず、第1問目、個人情報の取得と利用に関しても、独占禁止法の適用があるというお話でしたが、具体的にどういった行為を行うと、独占禁止法上違法とされるんでしょうかというご質問を頂戴しております。これに対して戸田弁護士、いかがでしょうか。はい、ご質問ありがとうございます。私の方で少しスライドをですね、共有しながらお話をしていきたいと思います。で、今お話、ご質問あったところはですね、このプラットフォーム事業者からがですね、利用者の方から個人情報を取得するという、この悪悪のところでのお話ということになるかと思います。で、その中でですね、じゃあ実際、個人情報を取得すること自体、何かですね、問題あるのかっていうと、個人情報を取得すること自体は、もちろん、独占法上は問題ないんですけれども、そこの時にですね、不当に取得したり、利用したりしていると、独占法上問題となりますよということを、消費者優越ガイドラインというですね、新しく出た、ガイドラインがあるんですけれども、そちらの中で公正取引委員会が最近明らかにしたということになります。で、具体的にじゃあどういったような時に問題になるかということなんですが、他のですね、今日、弁護士の方からもお話あったように、きちんとですね、ホームページにおいてその利用目的明示してたり、通知してたりしていれば、原則、独禁法上も問題ないということになるんですけれども、ガイドラインによるとですね、そういう優越的な地位にある事業者が、そういう優越的な地位を利用してですね、乱用して取得しているような場合というのが問題となりうる。で、具体的にどういうような場合があり得るのかということなんですけれども、このスライドにあるようにですね、利用目的との説明が曖昧だったり、あるいは何か難解な専門用語の説明にとどまっていたりといったような場面があるとですね、問題があるというふうに言われております。そういった観点から、じゃあどういったようなことについて注意すればいいのかということなんですけれども、やはりその利用者の利益を不当に害するものにならないように留意する必要があるということで、
なるべくですね、その説明する際に消費者が容易に理解できるように分かりやすく説明を行うということが望ましいと。個人情報保護法上問題ないというような場面でもですね、そこはしっかりと情報の項目ですとか利用目的、提供先、あるいはですね、第三者の範囲とかが明確になるような形でですね、丁寧に説明を行うと。例えばその、まあ、プライバシーポリシーは公表されて出てるんですけれども、じゃあそれ読んでみようとしてもですね、内容がわからないとか、わかりづらいというようなのではなくてですね、例えばそのプライバシーガイドのような何かこう具体例を示しながらですね、わかりやすく説明しているような資料を出すとか、そういったようなことによってですね、独禁法上、まあ、不当な取得だというようなことが言われないように、いろいろ配慮をするということが重要になってくるかなというふうに思っております。はい、以上になります。はい、ありがとうございます。もう一つご質問も出ております。特に、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律というテーマでご質問を来ております。まず、この法律の適用対象となるのは、特定デジタルプラットフォーム事業者のみだとなっておりますが、具体的にですね、どういった企業がこの適用対象となるのか、そして、適用対象になった場合にですね、どういった具体的なアクションですね、手続きや体制の整備が義務付けられているのかと、こういったご質問を来ておりますので、こちらも戸田弁護士の方にコメントをいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。で、こちらはですね、今年の5月に成立した新しい法律のお話ですね。今スライドを共有させていただいたんですが、法律の概要としてはこのスライドのような形になっております。で、この法律の適用対象となるのは、今ご質問にあったように特定デジタルプラットフォーム提供者ということで、この政令でですね、指定される事業者が対象となるということになります。で、まだ政令自体は明らかになっていないんですが、売上高ですとか、あとは利用者数などをですね、考えながら、経産省の方で指定をするということになっております。で、具体的にはですね、おそらく大規模なオンラインモールですとか、アプリストアですね、が当面の対象となると。いうふうに言われております。で、対象数としてはおそらく、まあ、10事業者程度になるんじゃないかというふうに一般に言われておりますが、今後定められるですね、政令を見ながら、そこは、明らかになっていくということになります。で、じゃあ、具体的にですね、どういったようなことが必要になってくるのかということなんですが、まず一つ目はですね、その特定デジタルプラットフォーム提供者として指定されますと、取引条件等のですね、情報の開示ということが義務付けられることになると。あとは、それの変更等のですね、事前通知というのも義務付けられます。これは、その取引のですね、透明性を向上させるためということになっております。具体的にはですね、このスライドにあるようなですね、開示項目の例ということで記載させていただいていますけれども、その取引条件の変更の内容ですとか、理由の事前の通知以外もですね、その他のサービスの利用を要請する場合に、その内容とか理由ですとか、こういったようなことが開示項目というふうにとして挙げられております。で、それ以外にもですね、この法律はその自主的な手続き、体制の整備ということを求めております。で、具体的なですね、内容については今後、経産省の方から指針という形で示されるということになっておりますが、その指針の内容としてですね、規定されるというふうに言われているのが、まずですね、必要な措置に関する基本的事項というものが定められるというふうに言われておりますし、あとは取引の公正さをですね、確保するためのその手続き、プロセスの整備ですね、まあ、そういったようなものが定められる予定になっているというふうに言われております。以上がですね、この特定デジタルプラットフォーム事業者として指定される
事業者がどういったようなものになるかということと、あとはですね、その指定された事業者が具体的にどういったようなことを行う必要があるかというようなことの概要になります。はい、ありがとうございます。逆にですね、この特定デジタルプラットフォーム事業者に該当しないような事業者、ただしプラットフォームサービスを行っている事業者、こういった会社様に関しては法律の適用がなくて特段のアクションが不要ということになるんでしょうか。この点、戸田弁護士いかがでしょうか。はい、ご質問ありがとうございます。そうですね、法律、この新法の適用対象としては、そういった政令で指定される事業者のみになるんですけれども、この法律ができた背景を考えると、やはり指定されていなくてもですね、今後はその取引の公正性を考えてですね、できる限り公正性と、あと透明性を考えてですね、できる限り事業者としてはこの法律を参考にしながらですね、取引のその透明化あるいは公正性を図るための施策を行っていくことが必要になるかなというふうに思っております。と言いますのも、この法律自体ですね、できた経緯が、やはりそのデジタルプラットフォーマーがですね、取引において優越的な地位に立つ場面が多いということでですね、そういったような地位を利用したいろいろな競争法上の問題が出てきておりまして、そういったような中で公正取引委員会からの執行を待っていると、やはりその時間がかかってしまうと、執行に時間がかかってしまうということで、何らかの事前規制を及ぼすことができないかという観点から制定された法律になります。で、そういったような観点を考えると、この法律の対象としてですね、指定されてないから、じゃあ、もう透明性とか公正性考えないでいいっていうような立場で、ビジネスを行うよりもですね、やはり公正取引委員会のからの何らかの執行を受けるリスクを考えると、事前にですね、自主的にこの法律を参考にしながらですね、透明性公正性を図るような、取り組みを行っていくということが、やはり重要かなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。もう一つ具体的な直近のニュースからご質問もいただいております。最近フォートナイトを運営しているエピックゲームズ、これ米国ですね、米国でアップルやグーグルを訴えたというニュースを見たんですが、これはどういった問題なのか、また同様の事案が日本の独占禁止法上も同じく問題となり得るんでしょうかというご質問もいただいております。これに関して戸田弁護士いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、今おっしゃってたエピックの事件というのは、おそらくこちらの事件かなというふうに思うんですけれども、そうですね、こちらの問題、昔からある程度問題になっていたことなんですけれども、そのアプリ内でですね、課金するときに、そのアプリ内での課金が強制されていて、そのアプリ外の決済手段を用いることができないというようなことがありました。で、これ、この事件自体はですね、アメリカの事件なんですけれども、アップルとグーグルがそのやはりスマートフォンの基本 OS で 100% 近いシェアを持っているということで、そのアプリ配信でのですね、支配的な地位を利用して、その取引先、今回ですとそのフォートナイトのエピックゲーム社ですね、に対して、の取引を制限していたというようなことで、フォートナイトの方から、ごめんなさい、アピック社の方からですね、アップル、グーグルを提訴したというような事件になります。で、話によるとですね、この手数料のうちの売上の、30% ぐらいを手数料として、徴収してたというような話もありまして、エピック社としてはですね、こういったような手数料を、払わないでですね、課金できるようなシステムを導入しようとしたところ、それが規約違反だということで、
その配信システムから締め出されてしまったというようなところが、問題の発端になっております。で、今、こちらの方はアメリカの方でですね、提訴された段階で、まだ、本当に訴訟の初期段階なので、今後どうなっていくかというところが、まだ今後のですね、訴訟手続きの推移を見ていく必要があるのかなというふうに思っております。で、日本の方でこれ独禁法上問題となり得るかどうかという点なんですけれども、現状として何かこう当局が動いているとか、そういったような話は私の聞く限りでは特にはないんですけれども、やはり、同様にですね、こういったようなプラットフォーマーとして優越的な地位があるものがですね、その取引先の事業活動を制限している場合にはですね、日本の競争法上も問題と十分し得るような可能性はあるのかなというふうに思っております。ので、このエピック社の全く同じ事例がですね、今後、日本の公正取引委員会で問題になるかどうかというところはちょっとわからないんですけれども、似たようなその取引先のですね、事業活動を制限し得る行為ということで、これまでも日本で問題とされた事案というのがありまして、その最恵国待遇条項をですね、取引先にですね、入れさせることによって、取引先の事業活動を制限したというような事案として、これまでもですね、楽天トラベルの事件ですとか、あるいはですね、アマゾンの事件などは、日本の公正取引委員会でもこれまで、摘発、あるいは調査を受けるような事案というのが発生しております。ですので、今後もですね、このプラットフォーマーが取引先の事業活動を問題視、制限するという行為類型がですね、問題視される可能性というのは十分にあるんじゃないのかなというふうに思っております。はい、以上になります。はい、ありがとうございます。以上が第5回、信用スコア事業の展開、デジタルプラットフォーム事業者に対する競争法上の規制の最新状況というテーマに対して、戸田健太郎弁護士から読者の皆様からのご質問にご回答いたしました。第5回は以上でございます。